ギャングオブフォーは1976年に結成されたイングランドリーズ出身のポストパンクバンドである。高質なギター、ファンク色の強いサウンド、政治的な歌詞が特徴。1984年に解散したが、その後1990年に再結成し、2枚のスタジオアルバムを録音した。2004年から2006年に再々結成している。20年2月1日に、 ギターのアンディギルが死亡した。パンクロック、ファンク、ダブをミックスさせ、社会的、政治的な悪事を序情的に強調させた。1970年代後半から1980年代初頭までの、ポストパンクムーブメントを代表するバンドの一つと考えられている。デビューアルバム、エンターテイメントは、史上5番目に偉大なパンクアルバムにランクされ、雑誌、 ローリングストーンの 500Greatest Albums of All t i では483位になった。1977年に結成。バンド名は新聞で見つけた4人組の記事から付けられた。1979年、パンクムーブメントの最中に発表されたデビューアルバムはウィルコ・ジョンソンに影響されたアンディ・ギルの特徴的なギターサウンドに彩られた作品となった。 2004年にオリジナルメンバー4人によって再結成。日本を含む世界各地でライブツアーを行った。2005年には過去の作品をリレコーディングしたリターンザギフトを発表。2008年にはデイブ・アレント・ヒューゴー・バーナムが脱退し、代わってトーマス・マック・ニース、マーク・ヒーニーが加入した。2011年1月に約15年ぶりの新作アルバム。 コンテントをリリース。2012年に、ジョン・キング、VO が脱退し、代わって、ジョン・ジェー・ラー、VO が加入した。様々な要素が含まれたサウンドと、斬新なスタイルで、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、ニル・バーナ、イン・エクセス、REM、U2、レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンなどに影響を与えた。ファレル・ウィリアムズは、ニューヨーク・タイムズ市場で、ギャング・オブ・フォーからの影響を語り、 フランク・オーシャンは自身の無料配布マガジンに好きな50曲を載せエンターテインメントのアンスラックスを挙げている。また、ナインインチネイルズはライブでゲイリー・ニューマンと共にアンスラックスをカバーしたなどジャンルを問わずギャング・オブ・フォーは現在もクリエイティブな人々へ大きなインパクトを与えバンド自体も進化を続けている。ありがとうございます。